チャールズ・マーティン・ホールチャールズ・マーティン・ホールはアメリカ合衆国の発明家、科学者であるポール・エルーとほぼ同時にアルミニウムの溶融時を電解法であるホール・エルー法を発明し工業化したことで有名オハイオ州ジアーガ・グントンプソン郡区生まれ1871年に一家で同州のロレイン軍オーバリンへ移住12歳から鉱石の実験を 自宅裏の実験場で始める。オーバリン大学在学中に教授のフランク・ジュエットに影響されてアルミニウムの製法に興味を持ち自宅でアルミニウムの製法についての実験を始めるようになる。大学卒業後もホールは実験を続け数多くの失敗を繰り返した末にアルミナを溶融時を電解させるためのトール材としてグリーンランド産の表彰石が最適であることを 見出す。そして1886年に溶融した表彰石にアルミナを溶解させ、展開させることで陰極にアルミニウム粒子を生成させることに成功した。ホールとは、生没年が同じで無関係であるはずのフランスの科学者、ポール・エルーも同時期にこの方法に成功している。その後、ピッツバーグの資本家、アルフレッド・ハントの出資を得て百八十九年に、 ピッツバーグリダクション会社を発足させ、この方法によってアルミニウムの工業的製造を開始。1890年にホールは副社長になり、製法の改良によりアルミニウムの製造コストを低下させることに尽力した。さらに会社の努力により、当初はほとんどなかったアルミニウムの需要が次第に広まっていった。 1911年にアメリカの科学界では最高の名誉であるパーキンメダルを受賞。1914年12月27日、フロリダ州デートナビーチで白血病のため亡くなる。要望としては初老になっても少年の面影を残しており、生涯独身であった。オーバリーのウェストウッド墓地に両親、兄弟と共に埋葬されている。 ABC エルネスト V ヘイン1976ファイアオブジーニアスアンカープレスありがとうございます